米男子プロゴルフの年間王者を決めるプレーオフシリーズ第1戦、フェデックス・セント・ジュード選手権は18日、日本時間19日、米テネシー州 TPC サウスウィンド7243ヤードパー70で最終日を行い、2位に5打差の首位から出た松山英樹、レクサスが通算17アンダーで優勝した。急増コンビを組んだ田淵大賀キャディは、 一緒に歩いているだけで幸せなんですと歓喜していた。松山は銅メダルを獲得したパリ五輪後、米国に向かう経由地のロンドンで盗難被害に遭った。TGA ツアー公式サイトによると、自身の財布と早藤翔太キャディ黒宮幹人コーチのパスポートが盗まれ、手続きのために早藤キャディと黒宮コーチは日本に帰国せざるを得なかった。そこで松山は今季、 料のバッグを担いできたタブチキャディに打診。急増コンビの誕生となった TGA ツアー公式 X はタブチキャディのラウンド後の英語インタビュー動画を公開。最高でした。ただ彼と一緒にいることが彼は今のところ最も有名で最高の日本人ゴルフ選手です。彼の隣にいて一緒に歩いているだけで幸せなんです。本当に素敵なことです。 実際、私は何もしてないんです。ただ彼の隣にいて、バッグを運んでいるだけです。すべてのことを彼がしているのでと謙遜気味に語った。さらに、あ、そうだ、この週の前に寮がメッセージをくれて、秀樹から学んできてと言っていました。そして、良いキャディでいてと、久常から背中を押されていたことを告白。田淵キャディはテレビ中継での日本語インタビューでも、 本当にに松山さんに感謝です。自分は本当に何もできないので一番近くでギャラリーさせてもらった感じです」などと感謝していた。